さあ本日の本題です。やっぱり移動距離が長い人ってイケてるよねっていうテーマでお伝えしようと思います。これね、先月末に焼肉マフィア池袋店1周年記念イベントのプレミアムセミナーっていうのを僕やったんですよ。そこでお話ししたのが新時代の採用、育成、組織づくり3つの極意。ね、採用の極意はアビリティ採用、育成の極意は偽装成功体験の創造、組織づくりの極意はアカンタビリティの発揮っていう内容で、これすごい内容だったんですよね。参加者の方もこれとんでもない内容ですねと会社経営者全員聞いた方がいいっていう内容だったので、どっかの機会でまたこれやるかもしれないですけど、今のところ予定ないです。で、その中で一番大事なのが採用なんだって話をしたんですけど、採用の、極意の中の一部で紹介したのが、鴨頭義人が個人的に一緒に働き続けたい人の特徴5つっていうのがあるんですよ。で、その5つが、1、明るくて返事がいい。2、積極的に自分から声をかけてくる。3、怒られても落ち込まない。4、移動距離が長い。5、学びと成長意欲が行動に溢れてるって、この5つなんですよ。で、今日はその中の移動距離が長いなんですけど、昨日の放送でもね、お話ししたんですけど、僕三重県熊野市の木之本中学校っていうところに講演会に行ったんですよ。すごい場所だった。僕は、新幹線で名古屋駅まで行って、そこからレンタカーを借りて3時間運転をして、180キロぐらいかな、片道180キロぐらいだから、180キロを3時間で行ったから、平均速度60キロ、速くないですか。有料道路が多いのでね、それぐらいでは走れるんですけれども、それだけ長い距離をかけて行って、で、その後僕名古屋に帰ってきて、話し方の学校だったんですけど、そこにですね、東京鴨頭ランドのメンバー5人と、東京鴨頭ランドではなくて、鴨頭義人を個人的に応援し続けてくれている人、5人の10人が来てたんですよ。東京鴨頭ランドのメンバーはね、別に来るのはいいですわ。別に来たからといって売り上げ1円も上がらないんですけど、今回はね、ちょっとストーリーが素晴らしかったのでね、やっぱそこ応援しようとか共有しようっていう気持ちでね、ヒロキングと、それからカモブックスのサッチモと、糸井ちゃんと、かのこさん、小池かのこさん、新入社員ですね。ヴィンテージ新入社員の小池かのこさんと、そして、撮影隊に、映画監督のみほりんが、来てくれました。みほりんすごいよ。自分が出した自主制作のその映画が作品賞14個ぐらい取ってんじゃないかな。それぐらいすごい人なんですけど、今回のも取ってくれてるので、どこかで YouTube でお披露目できると思うので、楽しみにしていてください。年内中にはお披露目できると思います。でね、それ以外の話なんですよ。それ以外に別に東京鴨頭ランドの社員でもないし、今回の主催者でもないのに、来てくれてたメンバーが5人いるんですよ。ボサッちゃんでしょ、ヤスでしょ、それからヒロコさん、そしてキラエリさん、それからナオちゃんの5人ですね。ボサッちゃんとヤスとヒロコさんは多分名古屋方面から来てくれたんだと思うんですよ。で、キラエリさん東京からでで、ナオちゃんは大阪からです。遠くない三重県熊野市。僕正直言うと、片道5時間半から6時間かと思ったんですよ。でね、自宅から東京駅行って、新幹線で名古屋駅まで行って、そこからレンタカー借りて、だってちょっとぐらい休憩しないと180キロ走るわけだから、実質的には片道6時間かかってるんですよ。往復12時間なんですよ。だよね。だから、僕も、行ってあげたいけど、でも行こう。みたいな感じだったんです。正直言うと。別に嫌じゃないんだよ。行きたいから行ったんだからね。決して、行きたくないと思ったって意味じゃなくて、逆。そんなににかけなきゃダメなのか。でも、行きたいが勝ったっていうことなのでね。木本中学校のみんなこれ聞いてたらね、それぐらい行きたかったんだよ、カモさんはって。カモさんっていい人だよっていうことです。忘れないでね。で、まあ僕は行くのはいいですよ。僕行かないと話にならないからね。僕の講演会ですから。だけどさ、他のメンバーいなくても成り立つわけじゃん。講演会自体は。だけど来たってことなんですよ。すごくないですか？僕と同じぐらい時間かけてます。なんなら、なおちゃんはね、途中帰りのサービスエリアでたまたまあったんですけど、大阪から車で来てた。単純に休憩なしでも片道4時間かかるよ、あれ。もうちょっとかかるかも。4時間半ぐらいかかるかも。休憩多めに取ったら5時間かかるかも。それね、日帰りで来てた。いや、すごいよね。でね、今日何が言いたいかっていうと、移動距離が長い人と付き合うといいよっていう話なんですけど、これなんでかっていうと、これ、僕が一緒に働き続けたい人の特徴5つもう一回言っていいですか？明るくて返事がいい。積極的に自分から声をかけてくる。怒られても落ち込まない。学びと成長意欲が行動に溢れてる。そして移動距離が長いなんですけど、はっきり言います。移動距離が長い人、他の要素を満たしてる。明らかにそう。昨日来てくれたボサちゃんも、ヤスも、ひろこさんも、なおちゃんも、きらえりさんも、全部満たしてんですよ。ただ移動距離が長くて暗い人とかいない。移動距離が長いけど消極的な人いない。来ないもん。移動距離が長い人、怒られても落ち込まずに何回もチャレンジする人が多い。移動距離が長いのに学びと成長意欲がない人なんか来ないよ。移動距離を取るっていうのは、たくさんの人と触れ合って、今までにやったことのないことをやって、自分に刺激を与えて成長しようっていう人なんですよ。だから僕が言った5つの特徴みんな素晴らしいんだけど、すべてを包括してるのは移動距離なんだと。これはね、数学とか、何かの証明をしている博士みたいな人からすると、いや、移動距離が全てを満たしているわけではない、たまたまだ、みたいな理論があるかもしれない。もうどうでもいい。そういうことじゃなくて、実際移動距離長い人、満たしちゃってる人の割合が高いっていうのはもうわかるじゃん。もう、理論的に繋がってるんじゃなくて、結果的に繋がってる。これなんていうの、延期法っていうのよくわかんないんだけど、そういう僕勉強が、ちゃんとした勉強はしてないので。だけど、います?皆さんの周りで。ものすごく移動距離が長いんだけど、暗い人とか、消極的な人とか、いつも落ち込んでる人とか、学びと成長欲がない人って、いなくないですか?やっぱね、移動距離って僕が一緒にいたい人が、ぎゅーっと全てが包括されて、要はひっくるめて持ってる特徴だなっていうふうに思ったので、これからもですね、移動距離が長い人とできるだけ一緒の時間を過ごしていったらうまくいくなっていうふうに思いました。なのでね、今日冒頭でも全国講演会ね、たくさんの場所で僕やりますよ。もうぜひ来てくださいよ。移動距離をいきなり取るの結構大変ですよ。今まで移動してなかった人。今まで家と会社の往復ばっかりしてた人が、よし、カモさんが言ってんなら移動距離だっても、どこ行ったらいいのってなるから。意外と移動距離って取れてる人は取れてるけど、取ったことのない人ってどこにも行けないんですよ。それぐらい人間って習慣、いつもやってることを無意識だと繰り返すようになっています。ここはもうバチンという意識で、ある程度の勇気とか覚悟を持たないと移動距離って取れないってことなんですよ。だから、熊野のね、木本中学校のみんなももし聞いてたらさ、チャリこげ!もうガンガンチャリこげ!チャリこいでちょっと移動距離取ってみ。今まで見たこともない景色を自分のまぶたに焼き付けるんだよ。隣の町の大人とほんのちょっとでもいいからおはようございますでいいから、こんにちはでいいから挨拶すんだよ。刺激が来るから。それぐらいね、移動距離を取るってことは大切だっていうことを今日はお伝えしたかったです。鴨頭義人の全国講演会、うまーく活用してください。ぜひ、たくさんの現場で顔を合わせるのを楽しみにしています。それでは、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー。